皆さんこんにちは。今日はカツオのだしをとります。普段はだしの素を使っていますが、カツオだしの取り方も頭に置いておいてください。材料は水1リットル、昆布 10g、 かつお節 10g です。かつお節や昆布はお水の 10% とします。お鍋に水を1リットル入れて、だし昆布を 10g 入れて30分浸します。昆布が水分を含んで、だしも出て大きくなりました。お鍋を強火にかけて、沸騰直前に昆布を取り出します。ここで沸騰直前に昆布を取り出します。火を止めているときに、かつお節 10g を入れます。火をつけて、中火から強火にかけて沸騰したら火を止めます。沸騰したので火を止めます。ザルにキッチンペーパーをのせて、だし汁をこします。キッチンペーパーを絞るとき、きつく絞らないでください。はい、これで完成です。冷めたら冷蔵庫で保存や小分けして冷凍もできます。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回までごきげんよう。